Hey, Victor in the World です。こんにちは。久しぶりです。この間、日本人はそんなに恥ずかしいですかというビデオを作ったんです。作りましたよね。みんな見てくれた。ありがとうございました。で、今日はそれについてちょっと話したいなと思って、ある人が、川嘘2303が、僕のビデオを見て、自分もいつかブログ作りたいって言ってくれたね。ビデオ作ってください。で、そのコメントの中に、僕のビデオはちょっと失礼だって。なぜかというと、それぞれ国はみんな違うから、それぞれ文化と性格が違いますから、僕はもうちょっと尊敬しないといけない。って、川嘘2303が書いてあります。で、考えたら、そうですね。僕は日本語を話してる。今日本にいる。今このビデオを見てる人たちは大体みんな日本人だけど、これは日本じゃない。これは YouTube です。YouTube はインターネット。インターネットどこにある？インターネットは、ね。インターネットだからどこでもね。すぐにアメリカに行ける、インターネットで。英語のサイト、フランス語のサイト、スペイン、韓国、中国のサイト、どこでも行けるですね。だから、文化のルールはちょっと違うんじゃない？ここでは。ね。ただの、日本だから日本の文化、インターネットの文化はこれから、始めますじゃない？新しい文化が始める。その文化の中に、例えば、この間みたいに僕はラント、僕は怒ってわーわー文句を言った。それもインターネット文化。もう一つはヘイターズ。ヘイターズが、わけわからない理由で、お前は嫌いとかバカとかおかまとかクソとかそういうなんか失礼なことばっかり書くね。それもインターネット文化。それもこれから増えます。増えると思います。で、みんなに言いたいことは、インターネットは文化違うから、僕は別に侮辱つもりじゃなかったし、やっぱり、ただ、みんなブログみたいだから、だからそういうふうに叫んだね。そういうふうに怒ってるブログ作った。本当に怒ってない。僕は日本人好きだからこそ、そのブログ作った。みんなのビデオ見たいから。それだけじゃなくて、僕みたいに、日本語で作ってる外人、いっぱいいる。でしょ？外人の方が多いかもしれない。かもしれない。かもしれない。ブログ作ってる理由は、多分他の外人も一緒だと思います。日本語が上手くなりたいから、こういうビデオ作って自分の発音ちょっと気にするからね。ちゃんと僕のアクセントは正しいかどうかもうちょっと集中するね。でもやっぱりね、みんなが僕と他の日本語で作ってる外人たちは日本語上手くなりたいからブログ作って、日本語が上手くなりたいから日本人のブログ見たい。よく僕のメールに、他のプロファイルで、日本語教えてください。他の外人から E メールいっぱい入ってくるけど、なんか、日本語教えられると思うけど、やっぱり僕はネイティブの日本人ではないから、僕より日本人から習うべきだと思います。だから、僕は YouTube で日本人のブログ見たいです。他の外人もそういうこの意見、他の外人も同意だと思います。同じ意見で YouTube 使ってると思います。だから日本人がブログ作ってほしい。もちろん文化は違うから、それも考えないといけないけど、でもやっぱりインターネットは違う。YouTube は違う。YouTube とインターネットは日本ではない。文化影響あるけど、日本人が YouTube に来るなら、
ブログは、まあ、作るはずじゃないけど、作るはずじゃないけど、こんなに見てくれるのに、コメントしない、レイトしない、サブスクライブしない。それはおかしい。だって、YouTube は Broadcast Yourself。自分を放送するというサイト。ここに来ると、誰もブログ作らないとおかしい。この間、Apple Milk がサブスクライバーにありがとうというビデオを作った。そのブログの中に、1万人以上、私のブログ見てるのに、コメントは、じゃなくて、サブスクライバーは2000いないですね。それはちょっとおかしい。僕も、サブスクライバーは250人いないのに、このブログは多分1000人以上見る。でも、サブスクライブしない。アカウントあるのに、サブスクライブしない。それはおかしいだと思います。Anyway、とにかく、今日は長くないように頑張りますから、これで終わります。とにかく、言いたいことは結局ね、インターネット文化は何だろうね。日本の文化だけじゃない。だから、日本の文化は尊敬しなさいと言っても、それは正しくないと思います。僕は日本の文化尊敬してるよ。日本大好きだけど、やっぱりインターネットはちょっと違う世界ですね。メトリックスみたいに、コンピューターに入っちゃう。OK、Anyway、じゃあ、これについて誰か意見あるんだったら、ちょっとコメント残してください。お願いします。バイバイ。